フォルカー・シュタンツェルは、ドイツの官僚、外交官。1948年9月22日、フランクフルトアムマイン北西近郊の町、クローンベルクイムタウヌス生まれ。1968年、フランクフルト大学入学。日本学、中国学、政治学専攻。1972年から1975年、京都大学留学。 1980年ケルン大学にて哲学博士号習得。1979年外務省入省。1981年から82年と1987年から88年の2年間を経済局。1988年から1990年までの2年間を欧州政治協力担当課。 1993年から1995年までの2年間を、緊急連絡本部、1999年から2001年までの2年間を、原子力平和利用、不拡散政策担当課、2001年から2004年、2007年から2009年の合計5年間を政務局にて局長などの役職を務め上げてきた。在外ドイツ大使館勤務は、イタリア、ハンガリー、 南イエメン、中華人民共和国、日本など多岐にわたる。特にアジアにおいて在中国大使館で、大使館広報部長、特命全権大使の役職を、それぞれ3年果たし、在中日大使館で、政務、広報担当を3年、大使の役職を4年、果たした。2010年10月21日に、ハンス・カール・フォン・ベアテルンに代わり12本。 ドイツ連邦共和国特命全権大使に任命され、同年12月18日、公共性年末の間にて新任状を法定した。2014年10月に日本離任。退官後、アメリカにて大学教授として教壇に立つ。ありがとうございます。